というわけで弦楽団です。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、我々はトロンボンを使って芸をするトロンボン芸人でございましてね、はい、じゃあまず最初はですね、うん、簡単なやつから皆様にちょっと聞いていただこうと思います、はい、このトロンボンで動物の鳴き真似をちょっとやってみたいと思います。まず最初はですね、はい、じゃあゾウの鳴き真似、これを聞いていただきましょう。さあそれではトロンボンによりますゾウさんです、どうぞ。こんな感じになるわけでございますね。ありがとうございます。ありがとうございます、ゾウさん。はい、ちなみに今やりましたゾウさん、これは、皆さんお分かりだと思いますけど、アフリカゾウです。アフリカゾウ、お分かりになりましたよね、はいはいはい、お分かりになりましたでしょ、ね、でもたまにいらっしゃるんですよ、はい、じゃあなんでインドゾウってどうなんだ。あ、ね、そんなの簡単ですよ。インドゾウの場合はですね、こいつのおでこにこれをつけて、これでやるとインドゾウになるわけです、まあえてやんないですけどね。まあ我々この楽器ですから、そうそう、ね、やっぱり音楽を皆さんの前でバッとこうやらなきゃいけない。そうそうですね、今日はですね、はい、焦点でございます。はい、焦点にあった音楽といえば、あった音楽、クラシックでございます。, , 笑いながら言うなよ、笑いながら。まあ、クラシックといえばと有名な作曲家さん、皆さんね、バーッと頭に思い浮かぶと思いますけど、ね、例えばベートーベン、はい、バッハ、モーツァルトね、うん、チャイコフスキー、ね、チャイコフスキー、リトバルスキー、ジーコ、カズね、いろいろいますけど、今日はその中からバッハを選んでいました。バッハというのはピアノ主体の作曲家でございます。これをトロンボン1本で演奏するかなり難しい技でございます。さあそれでは聴いていただきましょう。バッハでございます、どうぞ。バッハでございました。ありがとうございました。やりましたね。さあ我々今回ですね、うん、トロンボンの妙技というのをちょっとご覧に入れたいと思いますね。皆さんあまりご存知ないかもしれません、はい、このトロンボンという楽器でございます、うん、なんと2つになっちゃう、はい、まあそれだけですけどね。それだけじゃないよ、ダメ。今日はなんとこのように1本のトロンボンをバラバラにしまして、はい、なんとこれで20奏デュエットで曲を吹いてみようと言われる。ね、あの我々いろんなところでやらさせてもらってるんですけど、はい、これを言いますと、っていうのがそういうどよめきなんですよ、で最近そのどよめきがないとやりにくくてしょうがないん で、はい、でもう一回言いますから、はい、皆さんで言ってくださいね。いいですか。なんとこのように1本トロンボンバラバラしますと、これで20層デュエットで曲を吹いてみようというわけです。なんか嫌がってるようにも聞こえんだよな。嫌なんでしょうかね、ほんと。さあこの芸かなり難しい芸でございます、はい、もしビシッと決まった暁には前のお客様だけで結構でございます。こちらの端のお客様から全体でウェーブをしていただきます。変なことお願いするなよお前は。大丈夫、ビシッと決まりましたら、あの一番端のお客様が手を挙げて、段順番に手を挙げること、うわーって焦点が始まってる大ウェーブでございます。それはすごいですけどね。さあ頑張りましょう、はい、参ります。ワン、ツー。こちらでございます。この種も仕掛けもございません。このビーチボール、これをなんとトロンボンの上に乗せてご覧に入れたい。ここじゃないですよ、これだったらだんだん取れますからね。ここに乗せるというわけで、これ非常に軽いもんでございますから、重心取るのが難しいわけでございます。さあそれでは先生よろしくお願い申し上げます。参ります。はいよ。あ、言ってきますけどね。これかなりあの集中力を必要とする芸でございますね。申し訳ございませんけど、乗る瞬間はご静粛にお願い申し上げます。さあ集中力でございます、参りますよ。よっ、乗りました。一つ拍手をお願いいたします。あらららら、この妙技はですね、見かけほど簡単ではございません。彼の場合毎朝毎晩練習に練習を重ねた結果、このようにステージで失敗というものがなくなるわけでございますね。私が乗せました、お客様から温かい拍手が来た、そしたら私がこいつの近くに行ってボールを取ってお辞儀をする、これで一つのネタというものが終わるわけです。ですから私の今のこのしゃべりは短ければ短いほど彼にとっての負担が軽くなっていくわけでございます。私が生まれましたのは昭和35年に遡りますけど、
東京は北区の東十条というところでございます。あの頃東京オリンピックを4年後に控えました。早くうるせえのめな。さあ皆さん、こんなもんではございません。この状態で演奏していただきましょう。どうぞ。あっ、ちょっと危ない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 。おっよっ、本来です、我々パーッとこれ開けるんです。今日はいいお客様なんで、もう一つだけサービスさせていただきます。まだやるんですか。はい、まだ。芸人の芸には段階がございましてね、ボールが乗りますと次はこちらです。今度はですね、お前これドビンを今のようにトロンボンの上に乗せまして、なおかつその状態で演奏してご覧に。まあ、危ないっつうのだから、お前そんなの危ないな。ダメだよ。じゃあ蓋取ろう。あ、そういう問題じゃないよ、お前。これあのまだ未完成でございまして、はい、あの落とすときはございますね。で落ちると割れます。割れた破片が前の方のお客様にうわーっと飛んでちゃう。そうしますと、後のこれからのお尻をですね、前のお客様顔から血を流しながら、おいおい大丈夫かよ。危ないですか、危ないですか。なるべくですね、思いっきり前の方でやってみたいと思いますけど。モテちゃうお前は。さあ、それではそっと乗せて手を離し、その状態で演奏してご覧に入れましょう。参ります。乗りました。一つ拍手をお願いいたします。さあ、この状態で演奏をしていただきましょう。落とさないでくださいよ。はい、どうぞ、はい。